皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、解説のゆっくり魔理沙だぜ。今回から、動画の邪魔にならないように声を入れていくぜ。今回は、対戦迫撃砲か。これは生産量がなかったよね。生産量については、我が日本人の士気と本動画の視聴率に影響するから最後に紹介することとする。いつものパターンだ、着想は早くても配備や量産がダメだよね。今回紹介する対戦迫撃砲は、姿勢に式船舶用迫撃砲と呼称され、15センチ口径の中迫と同じ砲弾を利用できる。昭和17年6月に陸軍の手により研究設計に着手され、翌昭和18年5月に竣工した。そして、その年の7月に陸軍船舶練習部により実用試験が実施されて、採用となった。開発の着手はそれでも早いけど、実戦部隊に届くのはどう見ても18年の年末だね。調べてみると昭和18年の5月には、量産が開始されている。じゃあ、開発できた段階で、正式採用を待たずに量産へ移ったんだね。この時には、潜水艦の被害が膨大に出ているからね、もうどうしようもない。各部の紹介も行っていくから始めていくよ。さっきから手で旋回しているけど、動力はないの？ない、それができるぐらいなら高射砲に動力を入れるよ。そうだよね、高射砲の方が必要だもんね。全周旋回できるようになっている。この動画内の時間で、砲手が旋回を始めてから約1分21秒で全周旋回を終えた。砲床の上に火砲を乗せた回転部が乗っており、外周には車輪がついている。これが旋回のハンドルだね。なんだよ、砲床は木製なのか。恐怖角用のハンドルだ、これで方針の角度を変える。なんか印が書いてあるね。素早く照準するために、方針の角度を示す印だよ。これが褒美だよ。これが撃発機だよ。装填してから手動により発射する。これが二式水中弾だよ。威力はどのくらいなの？潜水艦に対する攻撃は至近距離で有効な損傷。200から300メートル以内で炸裂した場合、相当な衝撃を与えられる。至近距離の着弾でないと、脅し程度か。脅しでも十分だよ、被害さえなければね。口径は、結構大きいよね。そうでないと削薬威力が期待できない。と言っても削薬量は、6kg 弱だけどね。これは距離板だよ。方針の角度を決めるときに使う。さっきの印も見えるけど、関係しているんだね。もちろんだよ。さて、最後になったから対戦迫撃砲の生産量について説明するよ。
対戦中迫と同時期に、12センチの対戦迫撃砲も生産されたから、双方ともの生産数を上げるよ。昭和18年は、中迫が100門で、12迫が70門だよ。翌昭和19年は、中迫が150門で、12迫が98門と増産される。それを増産と呼ぶのかね、増加施策の間違いじゃないのか。終戦の年、昭和20年は、12迫が3門だけだよ。覚悟はしていたよ、弾薬の方はどうなの。昭和19年に、15迫用の二式水中弾が2200発、記録されていただけだよ。砲弾を使わないのか。元の資料はすべて焼却されている、記載漏れなのか、陸用の15迫の新艦だけ取り替えて使用したのかもしれない。そうか。これで終わりにするよ。